8名が E 決勝に進みます。その予選第1組8名全員の出場で間もなくスタートです。ただいまのは不正スタートではありません。スタートをやり直します。第6レーンが不正スタートと判定されました。16女子 100m ハードル予選第1組、第2レーンは京都光華中中井穂乃
U16 女子 100m ハードル予選第2組。第5レーンは神奈川東海大相模高校井口美玲。予選は第3組。第5レーンは福井あわら陸上の藤田咲希。U16 女子 100m ハードル予選第5組。第7レーンは岡山さくら総連の信原ひまり。第5レーンは長野軽井沢 A&AC の荻原玲奈。メインスタンド前で行われておりますアンダー16女子三段跳び、試技は5回目に入ります。現在トップは変わらず、愛媛に
第5レーン荻原玲奈、軽井沢 A&AC 長野、14秒12、追い風 1.6m でした。アンダー16女子 100m ハードル予選最後の第6組、第4名は兵庫上川中の福田花。イニシャルは13秒1安打と止まっております。先ほども海風は3メートル、それでも強い、追い風3メートルの中ですが13秒13、非常に素晴らしい記録が出ております。第4名福田花、上川中学兵庫、13秒13、追い風3メートルでした。